今このゲーム実況ゲームスタート。あー、ただいまー。はい、ではこちらのコースやっていきたいと思います。これ挑戦者数がすごいね。有名なコースなのかな。やっていきたいと思います。遊ぶ、まあ、多分私は知らないと思う。ザ・カジュアルトロール、ゲットフローグ。ケロちゃんが敵じゃない。はい、これはさっさと行く。はい、ちょっと待って、これはシンプルに間違えたかもしれない。待って、もっと勢いをつければいけるはず。はい、やって、こんな、あれ？え？何があってもいけないの？何があってもいけないの？あれ、いけると思うんだけど、ちょっと待って、じゃあ、一回待つ？いや、でも、ちょっと待って、ほら、だから言ったじゃん！早く行かないといけないって。あれ、多分、普通に届くよね？届かないの？はいやー。いや、届くじゃん！何？お未熟だろ。これは、どうする？ギリギリまで待つ。はいや！ダメ？ダメ？ダメ！あ、いいんじゃん、いいんじゃん！いや、よくないや、入れないじゃん。ここ？ちょっと待って、ここ叩いとく。はいや。あ、ニョッキコーがいっちゃった。ちょっと、何君。私のこと助けてくれる？なんでニョッキコー取んなかったんだろう。まあいいや、こっち行ってくる。はいー！ダメか。いて。これはじゃあ分かりました。じゃあ、多分ニョッキコーで、早くあそこに入んなきゃダメっていうことなんだと思います。よーし。はい、で、こんにちは。ブンタロー！ブンタ、ブンタロー？ブンタ、あ、いやいや、え、文太郎ずるいよ。いつの間にそんな技を。じゃあ、さっさと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 、こんな感じ、うん、で、こう、お、ニョキコー！待って、ニョキコー！間に合ってみせ！ワンニュー！ニョキコー！いや、間に合ったけど。そうだよね、片栗粉だよ。私置いてどこ行くの、片栗粉。ちょっと待って、じゃあ、ニョキコが多分いるんだよね。ここでこうやって、ここまではいいのよ。そしたら、ちょっと待って、ダメだ、危ない。そしたら、すかさずニョキコを取って、で、こうってこと？ほい。ちなみにここなんですか？せーの。はや。あ、ただのコイン。で、はやって言って、こっち。あ、早く行って、危ないな。で、こっちに来ます。はい、こんにちは。ケロちゃん！取って平気、ケロちゃん。どこにいるか知らないけど、ケロちゃん。ここにはいない。じゃあ、ここか。せーので、ケロちゃん、じゃあこの辺に来る？はや！よし、すっごいぴったりじゃん。で、ここに来ます。あ、ガジェットコイン、イェイ。で、そしたら、え、降りていいの？何がある？あ、普通に泳げます。で、いや、あれが必要だよね。かぶるよ。かぶれないじゃん。あれ、かぶれないじゃん。え、かぶれないよ。あ、じゃあ、いらないの？バイバイ。あれ、ダメじゃん！ちょっと待って。え、ケロちゃんいらないの？ニョキコもいらないの？え、じゃ、ケロちゃん必要だって言ってたじゃん。はい、ただいま、じゃあ、ケロちゃん無視して、あ、違うわ。ちっちゃくなるのか、じゃあ。ここでじゃあ叩いて、ケロちゃんをキャッチして、で、じゃあこれで、この時点でちっちゃくなるってこと？あそこなんかあるかな？いや、でも、いや、まあいいや。もう何も情報が得られてないけど。で、50コイン、あれ、50コイン取れない。はいや！あ、取れた。まあ多分関係ないけどね。で、じゃあこうやって来ます。で、あ、かぶれた！あ、この状態ならかぶれる。で、これで、はいやってこと？さらに上に何かあったりする？大丈夫？なさげだね。じゃあこっちに来ます。メットかぶったまま来ました。メットが必要だと信じてます。そっちか。だ、そっちちょっと怪しいかなってさっき思ったよ。どうすん、頑張るんだ。どうしよう。あ、ダメか。はい、ただいま。そしたらじゃあここでこうやって登って、こうやって登って、こうやって登って、こうかな。あ、うわうわ、はい、中間ガエル。思ったより中間が早かったぞ。バイバイ。あ、なんだ、片栗粉があるじゃん。親切設計。あ、じゃあ片栗粉を堪能した後でこっちに行きます。こんにちはです。じゃあここにいて平気。やっぱりね。で、じゃあ10コインを取ります。こっちに来ます。で、もう一回10コイン取ります。10コインたくさんくれるね。これは、あ、はい、ただいま。分からんぞ。ここでこう行って、この辺で、助かった。で、中間を切ります。そして、片栗粉を堪能した後に行きます。で、ここに待ってて平気で、こっちに来ます。で、これ何だったっけ？あ、そうだ。ここで、ドッスンを呼び起こしたら、さっさとこっちーで、こう行って、こっちに来て、下は、あ、下はダメだった！で、こっちに来ます。で、ほう。ファイヤーが必要ですと。そしたら、え？これ叩いてあそこでポイーンってなる。ここ叩いてあそこでポイーン。ああ、もうそこで重なっちゃったじゃん。
よな。いいよ、ちょっともう一回じゃあの辺遊びに行ってこようと思ったのに。あれ中間から吸った、あーそうなるね。ちょっとま、あなるほど、ちょっと待って、じゃあオンオフが変わったということは仕掛けが変わってることがあるよ。じゃあこっちのこの辺に一体なんでだよ、上に行くんだよ。今のはおかしいでしょ、さっきと違うってことを言いたかったんだから上に行くんだよ。まったくもう。そしたらこれはさすがに一緒だと思うんだけど、こうやってここでこうなるでしょ。で問題はこの後ですよ。ここでじゃあ即座にこうでいいのかな。よし、でパンポーンってやって、でパンポーンってやって、でどうする普通に行ってみる。やっぱりドアがあるか、なんかドアあるかなって思ったら、ジャンプフロム、はいただいま。そしたらここまで来たらジャンプでジャンプ、よし、でこう来てこれで行ってきます。そしたらまた知らない世界、ここになんとなく来る、関係ない、あハンガー、結構さあのトゲメット多いね。これここに乗るしかないよね。これに乗ってこんな感じ、じゃあ惜しい惜しい惜しい。今の考え方としては悪くなかったよ、こうやってこうやって、あれ私の方が早かった、君の方が先に行って欲しかったのに。あれじゃあもうちょっとギリギリまでこう行って、この辺この辺でパッ、ああ一緒に行こう一緒に行こう一緒に行こうって言ったじゃん、一緒に行こうって言ったのに。はいただいま。そしたらじゃあこんな感じで、で一緒に行く、よかった今度は一緒に行けた。え、あれ急に誰も出てこない、え急にこれだけだとなんかそれはそれで心配になるんだけど。そして10コイン多いね、ああのところに中間があるじゃないか、結構中間早いね。そしたら普通にこっちに来て、トゲメット多いな、はいやってやって、はいやってやって、えどっちに行くか、いやーなんか上のが取りやすそうだけど、じゃあ上にします、はいやはいや、あいける、はいや、じゃあこっから投げる、はいやって言って、大丈夫大丈夫、はっ、あいや大丈夫、なんか大丈夫そうだけど怪しげな動きだな、いつの間にかピンコ取ってるし、なんかよし、これでここの、あこのまま届きそう、はいやー、よしでこれではいやーってことで行って、あれこれこれ大丈夫だよね、キョロちゃんでも大丈夫だよね、はいや上がれた上がれた、よかった。で次もここでこう行って、あれちっちゃくなっちゃうけど大丈夫、あれあれなんかいつの間にこっちにいる、はいただいま。今のってどうしてたらよかったの、ここでこうやってでちっちゃくなって、こうかこうやって冷静に行く、お、ああ上がっちゃった、しまった、こっちに来ちゃうとこっちに上がっちゃった、こっちにこうなっちゃうんだ、はいただいま。そしたらこっちに行くしかないよね、ここで、あれあここが通れる、あ通れる通れる通れる、あよかったよかった、でこう来ます、よかったね。そしてヒント、どこの時代の、見たことないよ左のなんか、えどういうこと、左の見たことないよ、こっから、あこっからそれがあって、待って、なんかよくわかんないまま終わっちゃった、はいただいま。ちょっと待って、そこにとらわれすぎた、あそこのじゃあ砲台の奥の砲台に何かがあるってこと、こっちの奥の、危ないな、そこあっちにあるじゃん、ちょっと待ってよ、なんか今行っちゃったけど向こうに、あれここには何もないじゃん、 Y 押しながら落ちたよ私、あれじゃあちょっと待って、1回目合ってたんじゃん、ここでこうやってはいやーでこうやってはいやってこと、ふむふむ、でこれでスッと下ろして、あ危ないな、でこれで入る、ほおおおおおお、あ鍵が手に入った、あれ鍵が手に入ったけどそこなんか怪しさ満点だよね、怪しさ満点だけどでも私になすすべはないみたいな感じ、こいっ、あ来ちゃった来ちゃった、今ちょっとそこでお前と止まろうと思ったのに、まあいいや、せーの、はいやって言って、大丈夫、ほらだから行ったじゃん、だから行ったじゃん、でもどうしようもなかったんだよ私には、はい、ちゃん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 、あれでもすぐ、うん、イエイ、あれでもじゃあまた新たなルートが
始まるっていうことなのかな。どういう風に、あれ、もうちょっと待って、早くして早くして、あ、あれに当たってるじゃん。え、当たるね。あ、よしよしよし、あ、これにうまく当たる。あれ当たれないのか。あれ、え、じゃあここで永久の時を過ごすの。あ、よかったよかった、迎えに来てくれて。え、でもじゃあルートが変わるかなんかなんか、それとも同じ道を生きていけばいいの私は。じゃあとりあえずわからないから、同じ道を歩んでいきたいとは思っているよ。ここでこう、え、これでも変わってないよね。頑張ってね。よし、変わってない。で、こっちに、うーる、よし、変わってない。ん？で、ここも、大丈夫？ここですー。はいやって言って、ここで。あれ、もしかしてドアの位置変わってる？いやー、わかんないな。しまった。こういうの数えてかなきゃいけないっていつも言ってるのに、まあ、とりあえず行ってくる？これで、あいやって言って入ります。はい、やで。いや、でも結局やっぱり、あれなのよ。あれしかも今度鍵くれないじゃん。違うし、やっぱり何もないし。あれ、ちょっと待って、今度鍵くれてないけど、私どこに行ったらいいの一体。え？鍵は？え、じゃああっちに行ったら私どうなるの？え、なすすべもなくやられるしかないの？そこでそうなったら、鍵は？鍵は？あれ、鍵ないよ。え、ここなんかある。あ、よかったよかった、鍵あったよ、よかったよ、ごめん心配になっちゃった。で、入ると今度はどうする。あ、また CP1 戻される。ん？あ、本当に戻され、いや、でもちょっと、あ、なっちゃった。まあいいや。でも、エンドレスピーになってるから、ルートが変わってる可能性もある。このままさ、あー、よかった。今度こそ真実のゴール、ほんと？ほんと？これ出ますか？あそこに出る？出たーもうびっくりさせて。はい、では今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。この動画少しでも楽しんでいただけたら、チャンネル登録してもらえるととっても嬉しいです。ではでは、バイバーイ、またねー。うわー、あー、ダメだったー。今急ブレーキ間に合ったかと思ったのに。